どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトーなどを書いております。アントレースの秋冬を開封しますということで、アントレース、私が携わっております。アパレルブランド、最近ね、ちょっと忙しすぎてアントレース絡みの投稿とかできてなかったんで、なんかカッピーさん、アントレース脱退したんですかみたいなコメントをいただいたんですけど、まあ変わらずですはいなので、今日はちょっとアントレースの新作で個人的に買ったものっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。1つ目は襟のないタイプのシャツ。これね、すいません、ちょっともう売り切れちゃったみたいなんですけど、どっかの取扱店舗とかではもしかしたら残ってるかもしれないですけど、まあ、こういうこんな感じですね。これめっちゃかっこいいな。2枚になってるとか、結構秋とかもこれ1枚でいいなっていう感じですね。いや素敵、このシャツいいね。このシャツいいよね。これね、アントレースいつも私は一番大きいサイズにしてるんですけど、シャツに関してはちょっとサイズ1個下げて着てます。多分普通のシャツよりはそもそもちょっと大きめのデザインなのかなっていう感じがします。で、あとまあ小物なんですけど、アントレース靴下めちゃくちゃいいんですよ。靴下めちゃくちゃいいんでまとめ買いします。かわいい。これが白で、でこれが黒。黒もちょっともうちょい買っとけよかったな。ね。黒だけどなんか真っ黒じゃなくてちょっと炭っぽい色が素晴らしいです。かわいい。これいいな。これ1個じゃ足らなかったな。めっちゃスリッパとか落ちてる。ねえ、やめてよ。めっちゃスリッパ気づいた。ずっと楽しみにしてたデニムパンツ、こんな感じのゴム太です。ゴム太でこの加工がすごいいいよね。こういう感じで、でベルトいらないやつですよ。伸びるやつ。履きやすさはもういつものアントレースの感じなんだけど、デニムです。で、このドローコードっていうか、紐、裾を絞る紐ついてます。これを履いてこれを渡しようかな言うてますけど、一人で喋れる人本当すごいこんな感じ。シャツとめちゃくちゃ合う気がする。見えないじゃん、撮ってあげようか顔がね、はい、すごいおしゃれ。おしゃれよね、新鮮デニム。ね、デニム全然履かないんで、でも欲しかったのよ、デニム。ずっとヴィンテージデニムの YouTube 見てたから、でもいいよね、このやっぱさ、シルエットとか着やすさとかはさ、その現行のものの方がまあぶっちゃけ手に取りやすいじゃないですか、ぜひこれでデニムに目覚めてください。最近デニム履いてない人多いと思うんで。え、マジでいいね。え、もうマジでいいマジでいいよね。急におしゃれ感、これマジでいいんだよな。何このサイズ感、シャツ合わせ。なんかシャツちょっとごめんなさい、僕タイミング遅くてシャツもうこれ全色売り切れてんだけど、襟付きのやつはまだ出ました。ちょっと動画出すのちょっと数日後なんで、もしかしたらそうでもないかもしれないけど、一応なんかオンラインとかインスタとかでチェックしてください。まあ、あとまだ公式で発表してないすっごいおすすめのアウターが今1個控えてるのと、あとトップスでもうちょっとあったか系のやつが2つほどあちらの段ボールにまだあります。なのでちょっと時期を見てそれを公開しようかなと思ってます。はい、こんな感じで、まあ、最近はねちょっとブラパトっていう単行本の発売で忙しくてなかなかそれ以外の動画が撮れなかったんですけど、ぜひ読んでみてください。で、アントレースもちょっと手に取ってみてくださいっていう感じで今日は終わります。まあ、ちょっとね
今回超短い動画だと思うんで、なんかちょっと最近まあ忙しいのもあるはあるんですけど、まあ平たく言うとちょっとネタ切れ気味なので、なんかこういうのやってっていうコメントとかもしあったらなんかください。なんかまあインスタとかで聞くと、インスタの民たちなので、なんか1週間コーデやってとか言われるんですけど、ちょっとおじさんの1週間コーデはちょっと見てらんないと私が思ってしまうので、いや例えばさ、うん、奥さんに1週間コーデしてもらったとかさ。それはやだ。ダメでした。うちの奥さん、そのちょっとプロなんで、今バイヤーをやってるんで、セレクトショップの不良金が発生して、はい、でもそっちのあのあれでしょ、そのセレクトショップでもなんか、あ、それはまだ非公開です。あー、わかりました。すいません、ちょっとね、もうみんなもう情報がもうあれ言うなこれ言うなばっかなんですよ。もうアントレースも皆さんが情報を知るタイミングでしか僕紹介できないから、ね、売り切れちゃったり前もって本当は言いたいのもう個人的にはやまやまなんですけど、ちょっと情報解禁日とかあるんで、すみません。そんなんばっか、もう最近昨日もさ、左利きのエレンのさ、アニメ化の打ち合わせしたのよ、うん、監督はじめ、うん、その要は制作スタッフの上位陣たちと、初めましての挨拶だったのよ。でもめちゃくちゃ言いたいのよ、それを。超いい感じです。関わってるスタッフとか超言いたいもんな。あれのあの人が関わってるとかをいつ言えるんだっつって、なんかもう言えないことだらけです。今がなんか頑張ってる広告案件とかもさ、もう結局もう全部言えないから、 YouTube で言えることは結構過去作の振り返りとかさ、解説とかがなんかやっぱどうしても多くなっちゃうんですけど、まあ YouTube チャンネルはね、その、まあ、読者との窓口というか、なんかそれこそね、やっぱりなんかこういうのやってみたいなコメントがあるとやりがいを感じますので、何卒、今後ともよろしくお願いします。作品ともどもよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。